はいどうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラナインの方やっていきたいと思います。というわけで今回はこちらゆるキャンコラボイベント2というのを見ていきたいと思いますよ。8月のシンデレラナイン、はい、ということで今回こちら見ていこうと思うんですけど、まあコラボ限定のストーリーが楽しめるよっていうものになっておりますと。でこのイベントをどんどんやっていくと、SR の、架橋先生、まあ本校の監督ですねのシーンがゲットできると、そしてそれと一緒に映ってるのが見てくださいこちらね、はい、ゆるキャンの顧問の先生も一緒に映ってるっていうちょっとレアなシーンでございます、なかなか、はい、ということで、そんな感じのイベントになっておりまして、まあイベント集めてですね、まあいろんなアイテムとかゲットできるわけでございますよ。テントとか、何だっけこれ、焚き火台など、ゲットね、することができますと。はい、いうことで、で、その、ゲットしたアイテムを持ってタウンマップに行くと、ゆるキャンコラボ会話劇が、期間限定で楽しめるよというふうにものになっております。なので、とりあえずこのアイテムねゲットしてからタウンマップに行ってください皆さん、はい。で結構長くてプロローグから第6話までございます、はい。なのでまあこの動画では、第3話まで見ていこうかなと思います。で、後に、4話から6話まで見ていこうかなと思いますので、じゃあとりあえず今日は3話まで見ていきましょう。とりあえずじゃあやっていくぜ。じゃあね早速プロローグから見ていきましょう。お、あかねちゃん、あれここどこだろう。しかも今回あれなんですよ、あのねこのゆるキャンコラボのためだけにあの立ち絵をね作り直してるというか、あのゆるキャン用の立ち絵にしてくれてるんですよ。衣装がねいつもと違うでしょ。反対に戻ればってさっきの薪置き場に着くだけだよね。あれ迷子ああ新田さんたち絶対心配してるよね。このままじゃ、アカネは巻き運びすらできないって思われちゃうよ。どうしよう。迷子になった感じかな、これ。はい、ということで、プロローグ見ていきました。はい、じゃあね、早速、第1話から見ていきましょう。8月のシンデレラナイン。空気、すっごく美味しいね。ここが山中湖ですか。自然豊かで素敵な場所ですね。なんだか前に行った元スコより富士山が大きく見える気がするな。そうね、いい着眼点ね有原さん。山中湖は富士五湖の中で一番富士山に近いのよ。あ、そうなんや。さあ景色ばかり眺めてないで荷物運びを手伝って。今車のトランク開けるから、まああれかな、本校のみんなでキャンプに来たよっていうお話なんかな。とりあえず、あ、はい、電車で来たみんなを待たせてますしね。翼さん行きましょう。翼さん、あの子ももう来てるはずだけど。あ、やっほー、りんちゃん久しぶり。有原さん、うん、2ヶ月ぶりぐらい。あ、2ヶ月しか経ってないんや全然月日経ってないやんか。あー、そういうことか。あのもうあのこのりんちゃんたちと一緒にキャンプ行くっていう予定を立ててたってことね。もうそんなに経ってたっけ。また会えて嬉しいよ。元気だった？まあそれなりにはりんちゃんやな。それにしてもノクルと貯水南水産野球部で合同キャンプしないかって話が来た時は驚いたよ。前に元スコでしたキャンプが楽しくて、もちろんリンちゃんたちに会いたかったってのもあるけど。そっか、キャンプに興味持ってくれたのは嬉しいよ。ほら有原さん、荷物運びを手伝ってって言ったでしょ。ごめんなさい、リンちゃんと会えたのが嬉しくてつい。リンちゃん、そういえばなでしこちゃんたちは先にキャンプ場へ行ってると思う。私はスクーターで来たから。あ、そうや、スクーター乗ってましたねこいつではきっと新田さんや浮田さんたちと楽しくお話ししてそうですね。私たちも行こっか、志麻さんも一緒に。うん、じゃあ荷物下ろすよ。あなんか浮かない顔しますけど新田っち。あ、そして新田っち髪型がいつもと違いますね。どう美奈子ちゃん、電話つながった？全然ダメ、20回はかけてるけどつながんない。あ、長井ちゃんも可愛い衣装して、あ、そして直江もいい服着てますね大丈夫なんでしょうか浮田さん。私たちが巻き運びをお願いしたせいで迷子になってなければいいんですけど。迷子なってますよ鏡原さんたちはノクルのみんなが探しに行ってくれてるし、私たちは待つしかないかもね。そろそろ架橋先生たちも来るだろうから会えたら相談しようよ。みんなお待たせ、テントとか持ってきたよ。
お、来た来た。おい、翼。あ、なんか翼、翼いい服着てんな。なんかノースフェイスみたいな服着てますね。そして、お前野崎さ、キャンプ来る服じゃねえよな。どうかしたの？なんか空気が重たいっていうか。それが、浮田が。浮田さん、そういえば姿が見えませんね。ごめん、結構前に巻き運びをお願いしたんだけど、全然戻ってこなくてさ。え、では浮田さんは迷子に？まだわかんない。でも今ノクルのみんなが探しに行ってくれてるとこなんだ。大変だー。あ、どうした？大変だー。この声って、あ、いいですね。立ち絵しっかりありますよ。ちょ、秋が一番焦ってどないするん？いやだって焦らないわけにはいかんだろう、これは。けど事情がわからんみんなは困っとるやないかな。ほら、あ、ゆるいな。は、確かに。では教えていただいてもいいですか？だな、コーン。それが、なでしこが消えちゃったんだよ。浮田さんを探してた途中に消えたんだ。なでしこまで消えたんか。何しとるんや。はい、ということで第1話見ていきました。ということで、もうあかねちゃんといい、なでしこちゃんといい、もうみんなで迷子なるやん。はい、ということで、じゃあ次ね、第2話見ていきましょう。8月のシンデレラナイン。キャンプ場で迷子なるってどういうこと？みんなどこにいるの？なんとなくわかるやろ。あかね、どうやってここまで来たんだっけ？早く薪をみんなに渡したいのに。絶対こいつ方向音痴やろ。どうしよう。はあ、お腹すいた。のんきなやつおるわ、なでしこ。え？何その間。あ、横に来た。あかねちゃん、よかった。鏡原さん、そんな強く抱きしめられたら苦しい。わ、ごめんね、嬉しくなっちゃってつい。会えてよかった。なかなか戻らないから探してたんだよ。ごめんなさい、あかね、その迷っちゃって。いいよ、山中湖って広いもんね。あかねちゃんと会えたって連絡しなきゃって。あ、県外だ。大丈夫？平気、とりあえず一緒に戻ろう。あ、薪半分持つよ、重いでしょ。あ、ありがとう。何その平和な会話は。どうしたの？お腹すいた？うん、そうじゃなくて、ごめんなさい、鏡原さん。あかね、キャンプで役に立てそうにないのに、来てすぐこんな迷惑かけちゃって。誰も迷惑なんて思ってないよ。気にしないで、あかねちゃん。ゆるいですね。うん。あ、あきちゃんたちだ。みんな、あかねちゃんと合流したよ。おー、なんかいろんなメンバーおるな、ややこしいな。と、まあなでしこも浮田さんも怪我なく無事に戻ってきた。終わりよければ全てよしってことで、これよりノクルと貯水南水産野球部の合同キャンプを開始するぜ。おー、ええー、なー。それじゃあテント設営班、火起こし班、調理班に分かれよっか。いや、キャンプワクワクするな。私たちが固まらないようにだけ注意して、基本はみんなやりたいものを選んでくれたら OK だよ。はい、わかりました。おいしいものクラブの私たちは調理班かな。あ、まあそうなるよな、やっぱりな。うん、そうだね。せっかくならキャンプ飯を一緒に作ってみたいかも。いや、ニタッチのさ、いつもと違う髪型いいっすよね、これ。最高です。絶対ピンスタ映えしありましたね、八成の世界にそんなものが。インスタじゃなくてピンスタね。ピンスタ映えしそう。はいはい、調理班に賛成。茜はどうしようかな。せっかく薪を運んだなら火起こし、難しそうだけど。ああ、先生たちの立ち絵もあるんや、しっかり。それじゃあ先生はノクル顧問の鳥羽先生とお酒、お話をしてくるわね。せっかくですからパーッと一杯。あ、いえ、指導者同士情報交換をしたいですからね。何かあったら声をかけてね。くれぐれも危険なことはしないように。お前らが一番危険やけどな。じゃあこの辺りに焚き火を作ってみようと思う。はーい、りんちゃん先生、ご教示お願いします。お願いします。翼の服いいな。あまり教えるのは得意じゃないけど、まずはこの焚き火台に乗ってる松ぼっくりの火種に火をつける。その後で隙間を作るようにしながら
細い枝から順に囲んでいくんだけど、有原さん、浮田さん、試しに火種を火につけてみてくれる？え、ま、マッチで火を？凛ちゃん、こんな感じかな？うん、うまいね。このまま、このまま小枝も乗せられる？そうそう。まあ、翼思いっきりやりそうやもんな、なんか。躊躇なくめっちゃやりそう。わ、火が枝にも移った。浮田さん、マッチのすり方だけど。あ、あの、茜、やっぱりテントの設営をしようかなって。一番人数が必要なのはそれかなって。火起こしはもう大丈夫そうだし。そっか、うん、わかった。いいの？私がテント設営の方に行っても。茜じゃ火も起こせないし、きっと時間かかっちゃうから。代わりにテントの設営、頑張ろ。頑張れよ、浮田。なんか結局何もできず終わりそうな未来がめちゃくちゃ見えてるんですが、はい、ということで、まだまだ茜ちゃんのキャンプ修行は続くわけでございます。はい、ということでね、なんか先生とか出てきてもう早速お酒飲もうとしてましたけども、まあ、あの、しっかり立ち絵用意してくれたのはすげえ嬉しいですね。うん、もう最高でございます。はい、ということで、じゃあ、本日最後の第3話見ていきましょう。8月のシンデレラナイン。ひゃー、大丈夫か？いた、あ、テントの布が。浮田さん、飛んでった布なら私が回収したで。ごめんなさい。大きいから大変やんな。私の担当のテント張りは終わっとるから手伝うわ。あ、ありがとう。確かにこの人数でなんか宿泊するんだったら結構の数テントいるよな。はあ、また失敗しちゃった。大丈夫。茜、自分の力だけじゃ何もできない。薪拾いも火起こしもテントも全部。そんなことないよ、茜ちゃん。すんすん、いい匂い。おー、えな、今ちょうど料理ができたところだぜ。うわー、うまそうだ。へい、お待ち、なしっこあきちゃん特製のほうとうだぜ。わー、おいしそう。いや、うまそうやな。あー、長いが狙ってる。だろ、なんてったって私の自信作だからな。と言っても今回は美味しいものクラブの3人にも手伝ってもらったんだけど。へえ、今回の合同キャンプ限定のスペシャルタッグって感じなんだね。つまりこれはなしっこあきちゃんと美味しいものクラブがタッグを組んだスペシャルフォートってわけだ。そんな手伝ったって言っても材料切ったくらいだから全然だよ。まさか蓋をして煮込んでる間にこんな美味しそうになってるなんてね、ごっくり。こいつ全部食うんちゃうか。甲州味噌の香りが食欲をそそるっていうか、お腹ペコペコ。あ、ちゃんと椅子座ってる、いいやん。今日はハメ外しちゃおうかな、こう。ダイエットは明日から、一緒に付き合うし。あ、せっかくなら大垣に他のキャンプ飯も教えてもらおうよ。確かに気になる。それに明日からダイエットなら今日中にいろいろ食べてみたいかも。全員で一緒にダイエットするんやな。うん。もち、キャンプ飯のことなら私らがいろいろ教えるぜ。いいですね。それなら食べ物じゃなくて飲み物だけど、ホットバタードラムカウっていうノンアルコールドリンクがおすすめだよ。何それ。アキちゃんとアオイちゃんとここに来た時、アキちゃんに作ってもらってね。シナモンが効いてて体が温まったんだ。へー、おお、そんなことあったな。その時食べさせてもらったきりたんぽ鍋も五臓六腑に染み渡るうまさだったよな。寒さの中でお鍋を囲むなんて普段の100倍は美味しいに決まってる。いや、うまいよマジで。キャンプの飯マジでうまさ爆発するからな。あ、ラーメン鍋はさっきのとこから麺やだしを譲ってもらうとか、めっちゃいいやんそれ。試したことないけど美味しそう。今日持ってこればよかったね、ほんまやで。ラーメン鍋もいいな。あとはパスタとかスープとか、まあとりあえずほうとう食べてから話すか。そやな、とりあえず食い。あー、どうした。あかねちゃん、もしかしてお腹いっぱい？こいつお腹のことしか気にせえへんな、なでしこ。あきちゃんが作る本場のほうとうはすごく美味しいよ。お腹は空いてるけど、でもまあ何も役に立ってないからみたいな、そういうこと？今日、あかね、今日はみんなに迷惑しかかけてなくて、だからいいのかなって。ええやん、もう。楽しめよ。
やっぱりあかねキャンプ向いてないよね。うん。あかねちゃんは勘違いしてるよ。え？あのね、キャンプに正解はないと思う。自分なりに楽しめればいいんだよ。ゆるいな、本当に。私も実はりんちゃんと出会ってからキャンプを始めたんだ。確かになでしこの初めてのキャンプひどかったもんな。りんちゃんに頼りっぱなしやったで、結構。りんちゃんほどの経験はないけど、ソロキャンにも挑戦してみたり、失敗することも多いけど、自分なりの楽しみ方でキャンプしててすっごく充実してるんだよ。鏡原さんも失敗することなんてあるんだね。あるよ、いっぱい。前にソロキャンした時の話なんだけど、野菜を丸ごとアルミホイルで包んで焚き火で焼くホイル焼きを作ったんだ。でも人参をじっくり焼きすぎちゃって真っ黒に焦がしちゃったことがあったの。いや、まあキャンプ失敗するよな。それなんだかすごく苦そう。うん、苦かった。食べんなよ。今でも思い出しちゃう焦げの味。うー。でもね、そういう失敗も含めて思い出だと思うんだよね。キャンプに正解はないんだからさ、自分が楽しかったって思えればそれでいいんだよ。そっか、あかねもできるかな。自分なりにキャンプを楽しむことできるよ、絶対。私が言うんだもん、自信持って。なんか説得力あるな。うん、頑張ってみるね。はい、ということで第3話まで見ていきました。いや、なでしこ優しいやん。まあこれでね、ちょっとあかねちゃんがあのキャンプ楽しめたらいいですね。うん、ということで、本日はまあ一旦ここまでにして、次回4話から、6話見ていこうと思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。いや、なんかゆるいですね。ほんまにゆるキャンっていうタイトルだけあって、ほんまにゆるい。まあ、それがいいですよね。はい、ということで、まあ僕もね、あの12月にあのキャンプ行きますけどもね、その時はまたなんか画像とか皆さんにね共有できたらなと思っております。はい、ということで、本日はこの辺で終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、ちょすみなみすいさんのちょすでした。バイバーイ。